ジョン・フォード、ジョン・フォード、ジョン・フォード、1894年2月1日から1973年8月31日は、1930年代から1960年代を代表するアメリカ合衆国の映画監督。本名は、ジョン・マーティン・フィーニーだが、後年しばしば本名のゲール語系であるショーン・アロイシャス、オフィーニーあるいはオファーナーを名乗った。 136本もの作品を監督し、西部劇や自身のルーツであるアイリッシュを好んで描き、情感豊かな作風から、史上豊かな映像の詩人と評された。1894年2月1日、アメリカメイン州のケープエリザベスにアイルランド移民の子として生まれる、13人兄弟の末っ子であった。高校卒業後の1914年、 俳優兼監督として活躍していた兄のフランシスを頼ってフランシスの働くユニバーサル・ピクチャーズに入社。小道具係やスタントマンなどとして働き始める。やがて俳優となり、ジャック・フォード名義でフランシスが監督、主演のメイキンや D.W. グリフィスの国民の創生などに出演した。1917年、二日酔いで仕事ができなくなった。 兄のフランシスに代わって、助監督を務めるが、フランシスの演出シーンを、ユニバーサルの重役カール・レムリが気に入り、監督に昇進。同年に、台風で監督デビューを果たした。初期の頃は、低予算の西部劇専門の映画監督として、活躍し、ハリー・ケリー主演の映画を26本手掛ける。1921年に、フォックス社、後の20世紀フォックスに移籍。 1923年からジョン・フォードと改名し、翌1924年には大陸横断鉄道の建設を描いた大作アイアンホースで大きな評価を得て一級監督となった。1927年にドイツのベルリンを訪れカイダ・ブリュームルナウに直接映画技法を学んだ。1928年にはドイツ表現主義から影響を受けた。 4人の息子を発表している。後の作品にも表現主義から影響を受けたとされる照明、撮影技術が使われている。1930年代に入ると、西部劇は B 級活劇ものとして衰退していき、ジョン・フォードもシリアスなドラマを手掛けることが多くなる。1935年に発表したアイルランド独立。 運動に命を懸けた男たちを描いた男の敵は自身初のアカデミー監督賞に選ばれ以降3度も受賞している。これは監督賞受賞最多記録で未だに破られてない。1939年ヘンリー・ホンダを起用したモホークの太鼓と若き日の林間を次々に発表。そして同年西部劇の金字塔、駅馬車を発表。 低予算映画ながらスピーディーなアクションシーンと馬車に乗り合わせた登場人物たちの群像劇が見事に観客の心を掴んで大ヒットを記録した。また、B 級映画俳優だったジョン・ウェインをこの作品で主演に起用し、以降フォード作品に数多く主演することになる。その後、ジョン・スタインベックのピュリカー賞作品を映画化した。 怒りの武道や19世紀イギリス・ウェールズ地方の炭鉱地帯を舞台にした家庭劇我がたには緑な利益を発表。貧しくとも前向きに生きようとする家族の姿を力強く序情を豊かに描いて絶賛を浴びた。もともと海軍 B 機だったジョンフォードは1941年12月にアメリカが第二次世界大戦に参戦すると アメリカ海軍への入隊を志願し、後に戦略情報局、オースの野戦撮影班へ、怒りの武道の撮影官、グレッグ・トーランドらと共に参加した。ミッドウェー海戦では大日本帝国海軍の戦闘機が投下した爆弾の破片を受けて負傷したものの海軍少佐として日本軍と対峙していた太平洋戦線やドイツやイタリアと対峙していた。 ヨーロッパ戦へ赴いて戦争ドキュメンタリー映画の制作や構成に尽力し、彼らや戦争英映が制作したプロパガンダ映画、1942年、1943年はアカデミー短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。ジョン・ホードはまた、1944年のノルマンディー上陸作戦におけるオマハビーチでの撮影にも参加している。 なお2008年8月14日、米国立公文書館が公開した資料によって、モーバーグや俳優のスターリング・ヘイドンなどと同様に、ジョン・ホードがオースのエージェントであったことが公になった。第二次世界大戦後は、同じくプロパガンダ映画である、コレヒドール戦記を、はじめ、1946年には、王景牧場の決闘を描いた、荒野の決闘を監督する。 この作品はその後たびたびリメイクされて、西部劇映画の定番テーマとなった。同年、映画制作者のメリアン・シー・クーパーらと、独立制作会社、アーゴシー・プロダクションを設立し、監督兼制作者として、騎兵隊三部作のアパッチトリ出、黄色いリボン、リオグランデのトリデを発表。また1950年には、朝鮮戦争を扱った記録映画、This is Korea。 1951年公開の撮影のために日本に立ち寄り帝国ホテルで淀川長春と対談している。1934年の監督作プリースト・ハンジをセルフリメイクした太陽は光り輝く1953年はこの時期の隠れた名作となっている。その後長い灰色の線などを撮影、同年にはブロードウェイのヒット舞台の映画化、 ミスター・ロバーツで主演のロバーツ役を演じ、舞台で何度も同役を演じていたヘンリー・ホンダと意見の食い違いで対立、また撮影中に胆の炎で入院し、代理をマービン・ルロイが務めることになった。その後も創作者、1956年や黒人兵への敬意を描いた法廷劇、バファロー大隊、1960年。 それまで敵として描いていたインディアンの立場から描いた、シャヤン、1964年などを発表。リバティバランスを打った男、1962年では、エンターテイナーとしての衰えない手腕を見せている。1966年に、荒野の女たちを最後に、長編映画からは引退した。ジョン・ホードが監督として最後に手掛けた作品は、海兵隊の英雄。 ルイス・チェスティプラー将軍に関するドキュメンタリーチェスティ・ A トリビュート2 A レジェンドであった。同作はジョン・ウェインをナレーターに迎えて1970年に制作されたが公開されたのはフォードの死後3年が経過した1976年になってからだった。1973年8月31日にカリフォルニア州の自宅で遺願のため制去した。 西部劇映画では、西部の荒野の厳しい自然風景を壮大なスケールで描き、荒野に生きる男の心情を情感豊かに表現する作風で知られる。そんな作風から、史上豊かな映像の詩人と呼ばれ、多くの西部劇傑作を生み出していることから、西部劇の神様とも呼ばれている。ジャンルは、西部劇だけでなく、冒険活劇、コメディ、社会派、 戦争映画など多彩であり、典型的なハリウッドの職人監督であった。アメリカ西部にあるモニュメントバレーは、ジョン・フォード置き入りの撮影スポットであり、駅馬車以降のほとんどの西部劇作品をこの地で撮影している。特にフォードが好んでカメラを設置した場所は、ジョン・フォード・ポイントと呼ばれ、モニュメントバレーを一望できる有名なビューポイントとなっている。また、 駅馬車の撮影ではこの地に住む先住民族、ナバホ族が生活に困窮しているのを聞いて、彼らを裏方やエキストラとして雇用させて、生活を助けたというエピソードがある。俳優は、ヘンリー・ホンダ、ジョン・ウェイン、モーリン・オハラ、ビクター・マクラグレン、ベン・ジョンソン、ジョン・キャラダイン、ワード・ボンドなど、ジョン・フォードをお気に入りの俳優を何度も起用していた。 そんなジョン・フォード作品の常連俳優は、フォード一家と呼ばれて親しまれていた。ウェインとは友人であり、ウェインが B 級俳優の頃から自分の作品に出演させていた。駅馬車で主演に起用した後は、フォード作品の看板俳優として活躍したが、ウェインはスターになってからも、ジョン・フォードからデクノボを扱いされていた。しかし、最後までジョン・フォードを尊敬していたと言われる。 サイレント時代の作品では、ハリー・ケリーが、フォード作品の常連であったが、ケリーの息子のハリー・ケリー・ジュニアも、フォード作品の常連俳優である。移動撮影をあまり好まず、三脚の上にカメラが乗っていると機嫌が良かったという逸話があり、また、後輩の監督などにもそういった指示を、たびたびしていた。また、撮影現場では、雰囲気作りにアコーディオンを演奏させていたという。 自然な演技を要求するために、リハーサルは繰り返さず、一つのカットを二回以上取らずに最初もしくは二回目のテイクで OK を出すようにしている。アクションシーンの撮影では、リハーサルは絶対に行わないようにしていた。1950年代後半から、それまで会議的だったヒッチコックイコールホークス主義の会へ派が晩年期のフォード作品に高い評価を与え、 作家主義の映画作家としてのフォード評が高まるよう、なった。ジョン・フォードの作品、作風は、黒沢明、ジャンイコールリュック・ゴダール、リンゼイ・アンダーソン、ビクトル・エリセなど、世界の映画関係者に、数多くの影響を与えている。黒沢は、修正、ジョン・フォードを尊敬していた。アイルランド系であることに強いこだわりを持っていた。 ウェインをはじめジョン・フォードが好んで起用した役者の多くはアイルランド経営である。アイルランドとアメリカの気質の違いを描いた静かなる男で4度目のオスカー受賞となったが、赤狩り当時のハリウッドの反動的雰囲気を嫌っており、受賞式は欠席している。また、赤狩りを支持していた10回などスペクタクル映画を手掛けたセシル・ビー・デミル監督を嫌い、公然と君、 デミルが大嫌いだし、君が支持しているものも大嫌いだと批判している。西部劇を代表する名作となった駅馬車だが、当時の制作側は、西部劇は時代遅れであるとして、全員が制作に反対していたという。女優のキャサリン・ヘプバーンとは、1936年のメアリー・オブ・スコットランドで、初めて仕事をし、恋仲になるが、やがて別れている。 ジョンホードが亡くなる直前にも見舞いに来ている。ジョンホードは生涯インタビューにはほとんど応じなかったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。